はい、スタートでーす。待って、20回。ゆめなちゃんの記録は終わりー。みなさんこんにちは、田辺梨紗子です。今日の企画は田辺道場ということで、ゲストの方のお悩みにトレーニングで答えていこうという企画をやっていきます。早速ゲストをご紹介していきたいと思います。女優の柳井ゆめなちゃんです。お願いします。はい、もうゆめなちゃんの方の YouTube チャンネルでトレーニングをしていただいたんですけど、はい、スタッフさんがね、さらにバスバスとここでもう痩せるぐらいやっちゃってくださいって言われたのですんごいやってます、はい、ちなみにどこが悩んでるとか、ここをこうしたいみたいなのってあったりしますか？でも結構全体的に引き締めたいなと思って、うんうんうん、でもやる気は十分にあるので、お今回あの田辺さんにやっていただけるということで、はい、気合を十分に持ってきましたのでそんなことを言われると燃えてきますね。よろしくお願いします。やりましょう。はい、今回は3つの動きをセットにしてやっていくというものです。はい、で何回って決められてると抜け道ができてしまうというか、簡単にやってしまいがちなんですよ、トレーニングで。なので回数多めにやっていこうと思っております。はい、まず3つの動きを紹介するんですけど、1つ目がスクワット、2つ目がバーピージャンプ、そして3つ目に腹筋をやっていきます。はい、とりあえず説明だけ先にさせていただくと、全部制限時間が1分間、1分間の中でスクワット20回、バーピー10回、腹筋だけちょっと1分間測ってみて何回できるかによって合計の回数を決めていきます。はい、ちょっとやってみましょう。はい、はい、まずですね、スクワットとバーピーの説明だけ先にしていきますね。はい、マットの上に立っていただいて、じゃあですね、足を肩幅よりちょっとだけ広めに開いたら、はい、つま先を外向きに45度にします。で、手を下にして胸をグッと張って、お尻をグッと締めてお腹の力を入れます。これがスタートで、お尻を後ろに引きながら膝が動かないようにして膝のラインまでお尻を落として、この時手は前でクロスするとやりやすいです。で、戻して、これだけです。スクワットいろいろ注意点が多いんですけど、まあ簡単に言うと今言ったこと以外を動かさなければ大丈夫です。膝が内に入ったり下がりすぎたりしなければ大丈夫なので、膝のラインまで下ろしたら上がる。はい、はい、じゃあ次バーピーいきますね。はい、バーピーはマットのこの辺に立って、はい、ジャンプします。手ついて両足後ろに伸ばす、体全部つけて起き上がって戻して1回です。で、またジャンプして、ついて、はい、で、最後の腹筋はですね、仰向けに寝転がって膝立てておきます。両手胸の前でクロスして、グッと上がって手が膝につくまで、うん、で、これ早くやると足とか浮いちゃうと思うんですけど、浮いてもいいです。とにかくここまでつけば、はい、はい、これでやっていきます。まずですね、何回腹筋ができるかを測ってみたいので、はい、1分間できるだけ多く腹筋やってなくてもいいですか？はい、はい、では意気込み、そうですね、意気込みはこのトレーニングは普段お家でやったりとか、ジムでやったりとかもするので、体力は大丈夫だと思いますのでなんか久しぶりのトレーニングで、はい、緊張はしてるんですけど、うん、大丈夫ですもう目でやります。目でやります。なんか見た目がほんわかしているし、とっても可愛らしいお顔だし、声も可愛いので、なんか大丈夫かなって思うんですけど、出てくる言葉はめっちゃ強気なんで、すごいそうじゃあですね、1分間、まあ、とにかく多くさっきの腹筋だけをやっていただいてもよろしいでしょうか。りなさん、ごめんなさい。いきますよ、3、2、1、スタート。1、2、手を膝につける、3、4、手の裏側を膝につける、6、こうです、こうです、7、ここそうです、9、
頑張れるみたいなものなので、またスタッフさんに入っていただいて、はい、小松さんです。小松さん、よろしくお願いします。でちなみにですね、男性は15回くらいやって、やっとちょっと意見があるかなぐらいの感覚なので、15回くらいに、ね、スクワット20回バーキー15回で、腹筋、はい、いきます。3、2、1、スタート。ゆっくりやっても間に合います。これもし横が映っていたら、ゆめなちゃん今膝が全く動いてないんですけど、これがすごく素晴らしいフォームです。膝が前に出てると良くないので、ぜひ真似してください。お腹もしっかり反れていて、とっても素敵です。いいですね。いいですか。ちょっとバービーに備えて確かに確かに。あと15秒あります。15秒だったらバービー、ジャンプから入ってくださいね。はいはい、3、2、1、はい、スタート。ナイス。いいですね。いいですね。面白いですナイスだって。もう一回はい、ナイス。あと5回ぐらい。5回。はい、5、ナイスです。あと15秒あります。腹筋はもうとにかく早く、とにかく早く。で、腹筋終わってからスクワットまでは休憩がありませんので、いきます。3、2、1、スタート。ナイス。手の裏が膝につくところまでグッと上げてくださいよ。ゆめなちゃんがどこかに向かって進み出しますね。松本いけるやろ。ずいぶん前に進みましたね。あと15秒です。2、1、はい、スクワットスタートです。立って20回。ゆめなちゃんの記録は35。ナイスです。残り65ですね。岡野さんどうですか。残り70。残り70。30回でした。はい、ナイス。早い。頑張って。はい、あと15秒です。はい、ナイスです。あと10秒です。9、8、7。ここが勝負ですからね。とにかく早く。手しっかり肩につけておいてくださいよ。2、1、はい、スタート。気をつける、気をつけて、頑張って。終わらないですよ。あ、バーディーが効いてる。やらないと。バーディーが効いてる。頑張って、手を離さない。ゆめなちゃん頑張って、手を動くよ。そうです、そうです、そうです。いいですね。はい、自分に厳しくです。頑張れ。手を離さない。全然。手を離さない。ちょっと何してるんですか。5秒前ですよ。4、3、2、1、スタート。スクワットです。頑張って。合計
回数で大丈夫です。さっきのと合わせた合計回数加算されてますか？53。残り65だからあと35。おー、ゆめなちゃん目線上で、はい、下になると、ね、猫背になりやすいので上向いてやるといいです。あと半分です。はい、じゃあバーピーの準備してください。スタート。で、待って胸つけますよ。胸しっかりつけて、はい、そうです。きつくなってもフォームを変えずにいいですね。ゆめなちゃんめっちゃ綺麗です。早いですね。あと30秒あります。休憩飛べなくなっている。ごめん、ラストですね。はい、5秒前4 3 2 1。俺もです。はい、腹筋いてください。ナイス。頑張って終わる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 。じゃあ、皆さん手振ってもいいですよ。勢い使っても大丈夫です。お、ナイス。頑張れ、いける。10秒前頑張って、間に合う間に合う間に合う。5秒前です。4 3 2 1。はい、スクワット。人のチャンネルで人のチャンネルちょっと入っちゃう。わかんない、わかんない。残り30秒でキラキラ出ちゃって。30秒です。頑張って。数が数えるです。1回だ、大丈夫。ちょっとあと20秒あります。あと5回ぐらいかな、今ゆめなちゃん終わったんで。はい、腹筋いてください。皆さんも腹筋いてください。終わりー。お疲れ様でーす。2、頑張れ。3、あと何回でしょう？あと21回。あと21回このままいきましょう。はい、頑張れ。一緒にやりましょう。はい、せーの。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。